グリゴリー・コノビッチ・メクレルは、ソビエト連邦の軍人、大役大佐。左からミハイル・カン・佐、金近日生、メクレル中佐市のロシア、バエボ村の鍛冶屋の大家族に生まれる。中学校を卒業後、1924年に、オデッサに移り、3年後、ペンキ塗装工専攻で、専門学校を卒業する。1926年から、コムソモールイン。その後、 クラスのダール教育大学歴史学部で哲学を学ぶと同時に市の中学校で講師を務めた。大学2年生の時、優等生としてモスクワに呼ばれ、モスクワ国立大学哲学に転校した。大学での教育と並行してモスクワ実質調査大学哲学課程で講師を務めた。全連邦共産党党員候補となる。1933年。 党中央委員会の勧告により、東洋学大学の特殊学部に選抜された。1年間の教育で、日本語、英語、ドイツ語を学び、軍事訓練を受けた。1934年末、将位に任官し、軍事通訳として、極東の第48攻撃航空旅団に配属された。1937年から1940年、 独立赤旗極東軍本部情報課で勤務。1940年から1946年、中佐の階級で、極東戦線政治局第七課長。1941年から1942年の間、コンスタンチン・ロコソフスキー将軍の本部に出向し、モスクワ防衛に参加した。1945年12月、沿海軍管区政治局第七課長。 1946年12月から1948年、東シベリア軍管区日本兵捕虜、賠償問題担当全権代表。1948年から1949年、東シベリア軍管区政治局の講師。1950年から1955年、イルクーツク軍事航空技術学校の講師。1955年、退役。 1957年から1982年、ソ連科学アカデミー東洋学研究所の科学職員、ロシア連邦功労文化職員、ありがとうございます。